どうも皆さんこんにちは、ゆとまるです。本日もマリオカートの実況を元気よくやっていきたいと思います。3万レートになる男、残りが今日で86か5日目でございます。寝起きでですね、記憶が混濁しております。そんな状況ですが、よろしくお願いします。さてさてさて、いつも動画を見てくださってる皆さんならもうお気づきになられたかもしれません。そうでございます。ゆとまるタヌキをやめる、そういう事態が発生しております。ちょっとね、タヌキでのフィジカル負けをすごくストレスに感じております。よって、なんと今のは絶対こう引きに来てた俺のこと、もうあれは引きに来とったやろ。つけて保管して、もう全部取っちゃう。うわ、危ない。ナイス判断、ナイス判断、いい判断だよ。これも変えて、ここでも変えて、いやー、どう、前めっちゃ離れてんな。俺から飛ぶなよ。あ、離れるか。ちょっと真剣に、今日でね上位を取れなかった場合、マジでこの企画も終わり。そうはさて、絶対にそうは。危ない。逆に4位で暮らしてよかったよ、マジで。え、逆に3位、ほら、あった。昨日おとついの動画で3位があった。なかった、なかった。これがタヌキを使わないゆとまるの実力なんですよ。次行きましょう。第2レースでございます。最近なんか似たようなステージばかり走ってる気がします。結構オフでもこのステージだいぶ走ってんで、いやマジでアイテム取れるのが痛いな。よしよし、でもまあ、いや昨日今日はここぐらいから一気に落ちるから、赤子を絶対こいつになすりつけ、ここアイテム絶対ダブルダブルダブル。オッケー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 、ナイス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 。これだけでもだいぶ成長。これでケツつけ、お前やろ、絶対お前やろ。あとは後ろにプレゼント、ここダブル絶対の。ちょっとコインがなさすぎる。コイン絶対、早っ、マジで。まあまあまあ、いいいいいい、コイン取るよね、取るよね。そこ取ら、押すな。何に当たった？マジ見えない敵が多い。マジで見えへんのが多いんや。海鮮雑魚がこういうところで負けてきます。よし、いいよいいよいいよ。ここでアイテムも確実に取りたい。危ない。うわっ、3つ置かれたルート完全になくなった。あ、危ない。アイテムが渋い。ここで、あー、2個取れんかった。ウィーナイス、ウィーナイス、ウィーナイス。まあいい、まあいい、まあいい、仕方ない。あっこで押されても動じない、それが大切。車来てたら死ぬ。はい、まあ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 、
第3レース、任天堂城、私がすごく苦手なステージ。すごく苦手というかですね、走っててあまり楽しくがない、そういうステージになっております。申し訳ございません、愚痴ってしまって。愚痴ってしまって申し訳ないと思ってるんですが、これはですね、日本人口の半分以上がそう思ってると、私は勝手にそう思っております。来て、ここコイン。もう1個でいいっていう。なんせコインをちょっと大切に集めていきたい。これ上いる？いるね。バナナつけて。オッケーナイス。すりつけバナナ。しずえに悪い字のバナナすりつけ。バナナもうケツつけて。もう妥協なきケツ防御。ケツなんて掘られてたまるかと。いや使い青子譲られていって、いいよ、だって俺青子どうにでもできるから。君とは違う、君とは違うんだよ。ちょっと待て、妥協なき鉄防御、再度鉄防御放っていって、来るならさっさと来い。さて、これはあると思ったら口数が少なくなってきた男。ちょっと待て、リアルでも1位は久々だぞ。絶対ミスしない、絶対。応援してくれる方々にここ数日いいところを見せられてない。非常にですね、申し訳なさを感じております。本当に応援してくれる人が多くなって、ゆとまるは感謝をね、めちゃくちゃしてるんですよ。青子もう一発？これは仕方ない、受ける。でも距離あるよ。焦らず？もうコイン使って、ダブル割ろう、ダブル割ろう、ダブル割ろう。ダブル割って。これやばいな。いや？違う、無理や。でも、絶対に2位。もう一歩一歩ね、一歩一歩上がっていっております。はい、第4レースでございます。ココナッツオンリーモールですね。先ほど本物の第4レースはですね、なぜか、パソコンがブラックアウトしたということでお蔵入りになりました。ありがとうございます。そしてこれ動画での第4レースですね。私、ゆとまるは本日の動画ではですね、絶対に5位以下を取りません。絶対です。もう絶対に取りません。そろそろね、ゆとまるの本気というものを皆様にお届けしたい。投げて1個。もう1個投げて、もう1個投げて。1個でいい。全然シングルでいい。シングルでよくて、全然伸ばして。OK、いいよ！いいグラインダーじゃん。こんな、ここじゃ使って、何に当たって、いや俺の多分クラクションで誘発されたボムが爆発した、地雷踏んだ。いやー待ってよー。まあ仕方ねえ、ケツつけながらケツを置いて、いいよいいよいいよ。あ、コイン取れんかったみたいに。これはちょっとアイテムこのまま持っていくと思わせて6位でやっぱり割りたいという自我が芽生えてしまう。いいよ。いや、この1周コイン増えてないな。やべえ。この部屋には1万レート以上もいますんで、きっちりね、1万レート以上に勝って、まあ1万レート行く腕はゆとまるあるんじゃないかと。それ以降ですね、それ以降はやっぱり徐々に徐々に上手くなっていきたいと思っております。手が震えるよ、手が震えてるよ。俺もしかしてあるんじゃないのかと思ってるよ。バカバカ、でも2位、まあ2位はいい、バカでも、
最終レースでございます。駅場ですね、エキサイトバイクやっていきます。先ほどのレースはですね、マジで手が震えて、もう久々の1位、動画でね、1位を皆様にお届けできる、応援してくれる方々にですね、1位をお届けできると思った瞬間、震えが止まらなくなりですね、2位という結果に終わってしまいました。大変申し訳ございません。ここはね、ちょっと2位ぐらいがいいんよね。1位やとアイテム絞るから。うわ、ちょっとね、2位という結果に終わったことにピエン超えてパンを超えてプーンって感じなんですけど、しっかりこの最終レースマジで1位狙っていくのはいつもなんだけど、だからテレサのタイミングを考えてほしい。まあいいまあいいまあいい、離されずに何に、マジで あいつクラクションほら鳴らしたよな、鳴らすと思った。取っていいよいいよいいよ。前アイテムない、ああるの、何取った、なんで前のやつか木野さんやのに俺木野にやねん。取って、これ怖いな、危なっ、危なっ、また木野に、また木野にですね。うわー1個、まあ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 、うまい、よい、ギリね、ギリ今回も5位以下は取らずにいけました。まあちょっとこんな感じで、まあタヌキ使わなかったら、まあそこそこ悪くないんじゃないかなと。ちょっと1位取りたかったけど、おまけの第一レースですね。なんかネットワークエラーで部屋変わって、まさかのココナッツオンリーモールの 200cc っていう、まあ本当に本編5位以下取らなくてよかったっす本当に、多分ここまで見てくれてる人っていうのは、まあある程度僕の動画をずっと見てくれてる人だと思うんであれなんですけど、マジで最近焦ってた。あ、マジで、あ、俺めっちゃ下手やなと思っとった。でも、まあ、リアルでやると、まあその、動画外でやると、そんな、お、タイミング。そんなことなかったから、いや、何が原因やと思いよって。で、今回一応悪い字使ったんやけど、まあ別に、動画外でもね、確かに悪い字も使うことあるんやけど、全然木のタヌキも使うし、200cc6 つタヌキも使うし、なんか他のキャラも別に使うし、なんやろな。ただ唯一、あ、ラッキー、サンダーカイヒラッキー、本編やったら切り抜き用に叫んど、唯一思ったんはコントローラーかな、やっぱり。コントローラーがね、全然ちゃうんよ。うわっ、マジ ?2 位かよ、うわ、ちゃんとさばけよ。コントローラーが、やりやすさが全然違う。付属のコントローラーと、横につけてやるときと、スイッチの横につけてやるとき。スイッチの横につけてやったら、うん、戦績全然違うし、おまけの第2レースですね。いやー、おまけの第2レースまで行くのも久々ちゃうすか。なんやろね。まあ、おまけ見てくれるのすごい嬉しいですね。なんかもう本
当に気楽にやっとんで、おまけだけは本当に見てて思うんかなって的に思うもん。まあでも本当に数人、まあ今はまだ数人やけど、絶対登録してくれてる人には恩返せるように、もう今のうち登録しとってもうスクショ取った方がええ、30人とかでスクショ取った方がええ。これがもう本当に何万人とかなって、いや俺はこの時から応援してたからって言い切ってもらっていい。あ、いや焦ったな、赤子俺じゃなかった。本当こんなに応援してもらえる立場になるんだって。まあそれはね、全然違うよ。30人登録者な、まあ何十人とかで、まだそれでもやっぱ何か挑戦しとったら応援してもらえるんやなって思ったらすごい嬉しい。おお、いいよ、そのタイミングはいいんじゃないか。ダブル取って、これサンダー食らっとったらアイテムちょっと補正とか欲しいよな。そんなことしたらサンダーの意味もなくなるか。ですよね。確実排除していって2でいいんすよ。なんかね、でもコメントもちょっと欲しいなって思います。もうアドバイスのコメントも今でも多分基本的にいただいてるのがアドバイスのコメントなんで、ちょっとラフなコメントとかでも全然本当にいいんで、ぜひしていただければなと。これあるな、こっち側閉めて。おっ、1位。本日もご視聴ありがとうございました。ここまで見てくださった皆さんが大好きです。まだもしチャンネル登録してないよって方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた明日お会いしましょう。お疲れ様さ。